容器手に入れたんで戻ればいいと思うんだけど、あ、でもなんか奥まだあんな。あ、いや、来たっけ？あ、いや、これルートなの？ルートっぽいわ。あれ？こっち？また別の。またあれに容器入れるのかな？行ってもいいのか、だから。うわぁ。Call this comfortable? The temperature in the shop seems to have risen to an extremely high level. No shit. The heaters must have malfunctioned. The workshop will remain filled with superheated air as long as they remain as they are. Got it. They must be in a room somewhere around here. 一回切んなきゃダメだね。回復が足りねえ。So, what do you think about our birch tree, sugar? The one in the humongous glass thing?What about it? She's holding out for a hero, just like I do. Waiting for someone to save her from the biting cold. Oh, that's it. で、回復アイテムが、まあ、2-4 で作れるから、そんなに。回復アイテムそんなに資源大変じゃないんで。その奥行って電源を落とせみたいな話だよね。メールがある。お、ショットガンの、あ、違う、パッシュテッドだって。近接武器っぽいな。新たなコロラドの生物。バビロフとパブロフのチームは協力し、新種のコロラドハムシ。虫？マジで？火を持って火と戦う方法。ファイヤービートル。ファイヤービートル！いや、寄生虫だってやだな。マジかよ。毒性があり、鳥に食われることがないため、生態系に投入しても影響を与えること。いや、めっちゃ与えるって。そんなの。絶対影響を与えるから。加えてこの虫は繁殖はできず？いや、絶対繁殖するから。季節の終わりには寿命を迎える。いや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 。なんか問題起きるから、絶対。家具工場。バビロフの設備を使って、独自の家具を作る。家具、法。松や、カバを常に廃棄している。特殊な木から作った家具を、なんだろう。家具。虫除けの家具みたいな感じで出てくるのかな。アマゾン計画。アマゾンに危機が迫っている。資本家のずさんな産業のおかげで、アマゾンの熱帯雨林が恐ろしい速度で衰退している。現在は頑丈な根を持つより成長の早い熱帯樹林の開発を提案している。ほー。はい。いろんなことをやってますね。そっちはいけない？なんか煙くない？すごい崩れてるし、煙い。下に行けと言われているが、開けるとなんかあんのかな。見てから間に合うね。タイミングじゃなくて。あ、戻るルートかこれ。あ、戻るルートか。そうそうかそうか。またここに戻ってきたわ。残り2個ね。2個あればなんとかなるか。何ばらまいてんだろうな。明かりのデザインもまたいいよね、なんかね。読めないわ。1。
脱出するのにね、こんなに大変だとはね。大きいのあれ。物々しい。I have no data. I've never been here before. Okay. I'll deal with it. ボイラーが爆発する。ここのロボットなんか動きが鈍いね。ほら人だわ。外すんだこれ。結構短いね。The boiler's too hot to touch. I need to find a way to cool it off from the inside. やれる？たまにはやってみたい、サイレントキル。おお。なるほどね。これを。あ、これ冷却？冷却剤なの？わお。バレたよね、バレた。一撃だわ。一個でいいの？行った。複数っぽいね。あれ、ロボットもん？これどういう逆さまなの？なんで逆さまなのこれ。どういう状況？何なんだこれ。どういう表情？わお。なるほどね。え、ロボットが？不気味じゃのう。わ、義足のつもりなのかこれ。なんかアーマーみたいなのつけてるよ。あ、メールがある。新種の植物の名称について、火星ポテトとムーン麦。アルデバラン系に飛んだとしよう。どこでも育つ素晴らしきひまわり。適当な星に惑星に植えると全く異なる花が育つのだ。それは太陽がないからであり、つまりこの花はアルデバラ割りとなる。おお、そうか。地球にある植物の種を別の星にまいたらどうなるのか。わからんよね。打ち切られた。バビロフが私のプロジェクトを打ち切った。スプラウト。おお。新たな星に進出したいのなら、そこで新たに植物を生み出すべきだ。ここでじゃなくてそっちに行ってから。おお、はい。スプラウト。内容をよく読んでくれ。これは冗談ではない。昨夜生ゴミを処分する際に、実験で死んだ豚の死骸を数体スプラウトの繁殖室に投入した。今日ボバの行動を確認するために記録を見たところ、豚が起き上がって部屋の中を動き回り、歩き回り、その上外へ出ようとしていた様子が映っていた。
スプラウトが豚に寄生した。繁殖室へ行くと死骸はすでに捕食され、え、何に？スプラウトは食虫じゃなくて食豚植物なの？やだな。普通にそこに何度も使えばいいのか？違うわ。パイプたどれって話？埋まってない？こっち？What do I do now? Lug this shit to the boiler myself? 詰まっちゃってない？なんか。お、え、そんななの？なるほど。ここが開いた？Pipes openings in the next room and not over by the birch tree. また出てきそうな気配が。あとあれね、いるわ。毎回2体ずつ出てくる。確かに誰が考えたんだろうね、これ。Why can't I just, I don't know, walk out a regular door? I'm afraid only an irregular door is available. いいね、普通のドアなどない。名言だな。で、ここね。大変だな。
これで？ドロップキックやめなさい。ロボットがドロップキックってやばくない？よくよく考えると。終わりか？ここから来たんだっけ？コムラッド・メイジャー、Have you found Dr. Filatova yet? The one who helped Petrov butcher hundreds of people? No.She's still crawling around somewhere. I emphasize that Dr. Filatova must not be hurt. If her life is threatened, you must come to her defense. What? Rescue the bitch whose fault it is I'm wading knee-deep in gore? What the fuck? Traitor Petrov used Dr. Filatova without her knowledge. She had no inkling of his true intentions. I mean the viciousness of his homicidal maniac. Her guilt must be established by a court of law. Too good for her. She deserves no less.Dr. Filatova is a renowned neural surgeon. Dr. Sechenov entrusted her with a collective research that connected both humans and robots. She must not be hurt. Did I make myself clear, Comrade Major? I'll keep it in mind. ルートは合ってたっぽいな、なんか。最初に。あのなんだっけ、ブラブだっけ、あれになんかガリガリやられて崩落に巻き込まれて怪我した時に助けてくれた人を守れと。今度はあれ違うかもしれない、違う気がする、別の道があったんじゃないか説が。こっちか、この先か。アイテムはなしね。行くぞ。生きてんの？釣られてんのね。不気味だの。これ何のケーブルなんだろう。あ、でも最初に入った時に触手になんか引っ張られていったやついるよね。そう、そいつがショットガン持ってたの実はね。そこで入手したんだけど、何の虫これ。ハネムシ。え、なんかメールに載ってた虫とは違う。なんとかビートルだったけどね、それで見たのは。乗っていいのか？Mihailich, I'm gonna go grab some lunch. You want anything? Nah, don't do me any favors. I marched all the way to Berlin in my day. I can make it to the cafeteria. Thank you very much. Oh, chill out. Just trying to help. You know all the mashed potatoes will be gone and then I'll have to hear all about it. Yeah, go on. I'll catch up to you.I'll probably get there first. Whatever. These people. What? I'm not a man anymore because I lost my leg? I don't need nobody to feed me. I can get there myself without their help. I don't want pity. I want respect, damn it. I'll be running laps around you yet. Mark my words. Mihail.お、なんかやった。お、これはカートリッジ。氷だ。ミハイルって、なんか、その、健康診断に来なかったってやつってなんだっけ、片足なくなっちゃったっていうやついたけど。さて、パシュテト、これはなんか、剣っぽいね。まあ、作れないんですけど。MP、あ、作れるな。どうなんだ、エレクトロと。MP。
これとか強そうだよね。ズベズドーチカ、名前が強そう。スノーボール、からしからしで止めるとなんか香辛料かってなるけどね。ドミネーター、これも電力使うんだね。レールが欲しいな。まだまだ先です。近接武器をレベル4まで上げられないわ。粉砕攻撃、キルした敵一体につき体力を5回復。なるほど、そういうのもあるんだね。グリップのレベル2、エネルギーボーナス増加、わかんねえな。やっぱこっちエレクトロ弱いからな。威力をエネルギー吸収モジュール、エネルギーヴァンパイアダメージはターゲットのポリマーバッテリーからスーツのストレージにエネルギー、おーっと、あ、でもないわ。これはいける。連射速度上昇、どうしよう、エレクトロ強くするべきか。やるか、エレクトロ。再循環チェンバー、アンペア数を高めることに、またこれ連射速度増加だ。ただし資源足んないっす。はい、いきますか。回復は4つある。耐熱のポリマー容器を回収する、だって。まあここだよね。階段じゃない、降りていいのかこれ。What's the hot workshop used for? Heat-resistant polymers are made here. But most of the research is dedicated to the cultivation of heat-resistant flora. Nice. The polymers here are enriched with essential oils from Cacti cereris, a cactus. The polymers make it possible to cultivate groups of plants that are adapted to high temperatures. Do they want to make the desert greener or something? Something like that. They plan to terraform Mars.なるほど、熱に強い植物。あれね、え、どうやって行くの。最初見たのここか。めっちゃ燃えてる。足場であるとかポリマーであるとかがないと、どうやっていくんだ。届かんし、もう一段上がる。なんだこれ、The canisters fill automatically once the temperature is normalized. 室温が戻れば落ちんのかーい。悲しみの、音声データ。
so don't come whimpering to me, Blob. Once they update Collective, everything will be hunky-dory. And if someone starts bitching, they ain't worth shit. いいキャラだ。ゲットこれ。え、本当に？ Everything here seems pretty cut and dry. We should head back before something fucked up happens. あと2個？ What do we know about Petrov's girlfriend, Charles? Are you referring to Dr. Filatova? That's what I said. Did the cat get your tongue? Do you know her? Dr. Larissa Filatova, MD, has worked with Dr. Sechenov for many years. He entrusted her with one of the most crucial aspects of Collective 2.0, with good reason. She replaced the late Chariton Zaharov in that role. Who's Zaharov? A tenured professor of medical science, an esteemed neurosurgeon, and one of the scientists who vanquished the Brown Plague. Chariton Radionovich Zaharov was also Dr. Sechenov's closest friend and trusted colleague. They laid the foundation for Facility 3826 together. Great, whatever. So what about Filatova? She's a talented neurosurgeon and was Comrade Zaharov's student and assistant. She continued the professor's work after he died. But she is now a criminal and a traitor to the motherland. Understood. It's too bad. She's kind of cute.名前がいっぱい出てきたけど、ザカロフ、サチノフ、あとラリサ。逆側が開くのかな、これ。炎のやつ。There we go. Look at her bloom. What a beauty.Photosynthesis has begun. The tree's condition is improving rapidly. 虫すごい。The tree, it's glowing. It's beautiful. The preliminary power generation phase has begun. Attention, distribution center employees.Access to the right wing of the complex is now available. あと2個ね。行くぞ。虫と氷、冷凍工場と殺虫剤。